月号三匹は、かつて存在した、日本のお笑いトリオ。昭和後期から、平成初期に活動していた。トリオとしての所属事務所は、和光プロダクションを経て、最終的には、松竹芸能。後に順のみオフィスの入りに所属していた、太平一門の総領格。ルーキー新一率いる、ルーキー爆笑劇団の座員だった、昭治、純、一治が、 同劇団の活動停止に伴い旗揚げした。鳥リ名の由来は、名古屋の焼き鳥店、三匹。それだけではインパクトがないとして、英語の、レッツゴーをつけた。商事によると聞き取りやすさとサインの書きやすさを狙い、レッツゴーではなくあえて即音を抜いた、表記の、レッツゴーとしたという。一年の地に一おさむが脱退。偶然同じ日に所属グループを失った調査を誘い、 トリオを維持するとともに長作の師匠である太平トリオの太平洋寺の門下に移る。1968年9月に新ヶ月で初舞台。1969年に松竹芸能に移籍。なお、公式にはこの年を結成年としている。戦日劇場や同劇場閉鎖後は道頓堀角座をホームグラウンドに活動した。本業の漫才では、 1970年代に放送局主催の賞を多数受賞するかたわら、歌謡曲のレコードを発売した。山城信吾に気に入られ、1980年代にテレビ朝日系で放送された山城司会の笑いアップ歌謡大作戦にレギュラー出演し、全国的な知名度を上げた。1990年代以降は、トリオとしての活動が休止状態になっていく。 2009年8月、長らく進行のあった2代目、桂春ラの実施、桂春ラ改め三代目、桂春ラの襲名披露公演に工場と漫才で参加したのが、公の場に3人揃った最後の機会となった。2014年5月、順が死去したことにより事実上の解散となった。ただし、この時点で、松竹芸能は、トリオは、 正式に解散していませんとコメントしていた。その後、2018年2月に、調作が芸能活動を休止していた少子が2020年9月に、それぞれ死去したことで、一応サムも含めて全員が没したことで、自然消滅となった。当時唯一の弟子だったサブロー史郎が、ライバル吉本工業制作のヤング王、王、への出演を熱望したため、 松竹芸能幹部の眼前で二人を叱責する、芝居を打ち、周囲が波紋を容認せざるを得なくなる形で、円満移籍させてやったり、長期にわたる低迷で弟子の面倒を見切れなくなった、横山隆史、広志から、孝介、福介を引き受けてやるなどの逸話がある。いずれも、ジャケットの表記が、レッツゴー三匹と誤っている。いずれも、列号ツゴ子の著作。ありがとうございます。